って。やっぱり危ないわ。君こそ戻るんだ。私は行かねばならない。あなたに結晶炉のことなど話すのではなかった。魔法技術の粋を集めて作られた結晶炉、魔王軍と妖精軍の争いの火種、その炉の火を止めるために姫が一人でこんな戦の最中に出られるなんて、胸騒ぎがする。ベルベット姫、あなたはどうしてそんなにベルベット様を気にかけてくださるの？今は話せない。それより今まさにこの辺りで結晶炉を奪い合い、魔王軍と妖精軍は戦っている。姫はどうして危険なこの時になって行かれるのか。亡くなったはずのバレンタイン王が現世に戻られたからです。今の結晶炉は動いていても眠っているようなもの。でもあの方はあの最悪の時のように炉を操ることができる。君が話してくれた領土を吹き飛ばし国民をプーカに変えた最悪のことだな。自国の崩壊を願うとはなんという王だ。結晶炉でバレンタインは滅びました。その悪夢がもう一度現実となるかもしれない。王をお止めできるのはおそばにおられたベルベット様だけなのです。この通り私の剣は特別だ。心配は無用、必ず姫の助けとなります。ベルベット、会えたとしてもこの姿では私だとは分かるまい。だがあなたを守る、たとえ名乗れずとも。しゃあやっていこう。ベルベット姫を守るって決勝論を迎えたのことだね。すぐ向かうよ、任せてくれ。ただ、オッケー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 。あ、ワルキューレが敵なのか、オッケー、オッケー。その声出すのやめてって、前回も言ったけどさ、うわー言わないで。死んだ時に出す声だからね。あ、死んだのかなって思っちゃうもんね。はい、カムカム、どうした？次々来いよ。もっとウェルカム、もっとカムカム。終わり？まだ来るよね、当然だよね。もっと来ないと楽しくないよ。はい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 、オッケー、グッバイ。すごいバウンドしたね。サッカーボールかな今の。はい、ゴー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 、イエーイ。でこれがラスト1匹かな。はい、グッバイ。終わり？はい、終わったね。ランクマジか。 S 取れない。なぜ S 取れない？ Why？ 意味がわからない。おお、道が2、結構分かれてるね。どうしよう。あ、でも上なんかアイテムあるし、上から攻めようかな。おお、あれ行こう。ここだね。じゃ、うわ、いきなりボスが、うわ、出た出た、これか。またこれか。嘘だろ、ここにもあんの。俺これ苦手なんだよな。勘弁してくださいよ。これ火出たらかなりめんどくさいからね。これ前と同じパターンでしょ。まずゲージ減らしたら、ほら前と同じだね。うん、これ前と倒してますから。うん、で次はこのこいつ倒さないとね。出た出た出た、これややこしいぞ。ゴー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 、とりあえずお前は死ね。早く死ね、元気に死ね、いつものように死になさい。何？この攻撃をかわす化け物か、あいつは。イエス、倒したね。で次これ火炎放射、これだよ。火炎放射がうざいんだよな。こうやって倒したら火炎放射消えんのか、そういうわけでもないのか。もうはめられてる、完全に死体になっちゃうよ。よっしゃ、ナイス。いや止まらないね、火炎放射。何やったら止まるんだ。破壊するとこあんのか。よっしゃ、ナイス。えいう、あああ、今チャンス今チャンス今チャンス。あ、破壊するとこあるね。あ、あそこ出てるわ。こいつ破壊、こいつ倒したらいいんだな。こいつ倒したら止めれるんだ。止めれるか、こんな。あー、もううぜえな、これ。こんな無理だろ。まとも攻撃当たんねえぞ。よっしゃ、ナイス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 。よっしゃ、解放者消えた。そういうことだね。ようやくこれ、こう分かったわ。ずっと分からなかったんだけどね。
おっしゃバカチロこの野郎、もう終わりじゃポケ、終われこんなもん、何回これと戦う、これ破壊多いわこれ破壊ミッション、死ぬ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 、あかんあかんあかん、早くよみがえって、だってあっぷね死ぬとこだった、あっぷね、よくもあちゃちゃちゃのののののヒルヒルヒル、あっぷね死ぬとこだった、セーフ、はいこれで終わり、え終わってないんかい、突撃じゃじゃなくて放てでもなくて、はい終われ早く、オーケーナイスイエース、いきなりまさかのこのこの中ボスとの戦いになるとは思わなかったね、この飛行船ほんと戦いづらいんだよな、いきなり海外とも使うし死にかけるし最悪だね、でおな鍵あるぞ、あれこれ多分鍵入手しないとダメなパターンだな、全部ある、壺たくさんある、全部あっちゃう、絶対悪いよね、日本人なら悪い、それはもうゼルダでなんか身についてるからねえ、壺は割るものだ、教えられてますからね日本のゲーム、はいゴー、はい全員まとめてグッバイ、気持ちいいね、はいお前もまとめてグッバイ、最高だね、はいすごいバウンドするね、本当に何回見ても面白いわ、サッカーしてんのかな、よしこれ鍵部屋、鍵部屋っぽいね、鍵あ入手したね、これだよこれ、多分これボス部屋で使うんじゃないかな、古竜の鍵、わおすごい、名前的にすごく怖いんだけど、何古竜との戦いあんの、どっかで勘弁してください、ま、で次どっち向かっていこうかな、こっちまたなんかあるな、さあバトルステージ、さて次どっち行けばいいんだ、あこれ鍵ここで使うんだ、この先行ったとこあるね、先取った古竜の鍵ね、名前的に確実に古竜いそうだけどね、大丈夫なの、あここでも使うのか、なんかここにも鍵マークあるね、あドアフル、どけどけ、うわ敵めっちゃ出てくるじゃないですか、うんどけ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 、他別に倒さなくてもいいからね、次行くよ、どいて邪魔しないで、ね、どいてどいて、どいて、何邪魔してんの、死んでまえ、じゃあ鍵を使う、はいこれで OK、 これで開く、じゃあ開いたね、はいゴーゴーゴー、次行こう次行こう、無視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 するからね、あここで使っちゃったな、ほなまた別のとこで鍵取らないとダメってことだよね、わバトルステージ、カモン、敵の種類変わったね、エルフナイトになってるよ、こっからあエルフだね、エルフ軍だ、妖精軍だね、さっきまでは魔王軍だったけど、まあどっちのこっちの方が倒しやすいからね、ちょっと俺の中でやりやすさはあるよね、配信で前可愛いしね、エルフ可愛いし、アンギャアンギャ言うて仰ぐからね、ゴー、はいグッバイ、たくさんいる、めっちゃあえいでる、
あーあー言うとるよ。はい、グッバイ。喘ぎ声だらけの戦場、片方はあえーみたいなね、情けない声出して、女の方はあんあん言うてね、なんじゃこれ、シュールすぎるだろここ。はい、グッバイ。イエース、これで終わり。しゃ、えらくで、ここで鍵、鍵穴の周りはボロボロ朽ちている。朽ちているってどういうことだ。何が必要になるんだ。とりあえずわからないに下行ってみようか。この先ボス戦になるんだけどね、なんかアイテム必要なのかもしれない。置いといて、 OK。 一気に倒してやろう、行こう。すごい声出すね、あんた。ずっとガードしてんじゃねえよバカ野郎。しょうもねえことすんな。すげえバウンドだな。あ、死んでまえバカ野郎。ガードするやつ俺一番嫌いなんだ。一気に倒そう。見て。ゴゴ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 って言うほど一気に倒してない。一人も倒してない。むなしい。はい、グッバイ。お前ラストかな。最後までガードすんじゃねえっつくんなバカ野郎。終わり？よっしゃ。で、あ、鍵あるね。やっぱ鍵取りゃいいんだ。うん、さっきのとこやっぱ鍵必要になるね。あそこ鍵取りに行こう。あ、どけ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 。バトルステージじゃないから別に倒さなくていいからね。あ、どいてどいて。戦いはしません、戦いしない主義です。わあ来たよ。わ、こいつかこいつか。出た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 。あ、でもこれ1体だけか。正直簡単かな。これも倒してるからね、過去一度。めっちゃ簡単だったと思うよこいつ。1体どころか、これ2体同時で俺も1回倒してるしね。2回同時に倒してる過去があるので、1体だけなら本当楽勝も楽勝。兵こぎながら戦うね。うん。兵をラッパのごとく響かせながら。まあ、特に意味はないんですけどね、響かしたところで。基本はテーマは、俺のテーマは、後ろからケツ穴にぶっ刺すってことがテーマですから、これに痛がらない人間は残念ながらいないので、まあ人間じゃないけどね、うん、痛がらない人はいないのでね。おお、気持ちいいね今の。はい、グッバイ。雑魚が多いわ。よっしゃ、あと2ゲージかなこれ。馬のくせ長えな。馬のくせにって言ったら馬に申し訳ない言い方だけどね。馬そんな体力多くないでしょ。その変な声出さないで、ほんとその情けない声ちょっと腹立つわ。毎回言っとるけどね。はい、もう後ろ、テーマは後ろですから。はい、どけどけどけ。死にたくなければ来るんじゃない。今俺に攻めてきてるやつは死にたいやつだよな。なら遠慮なく行きますよ。死にたいやつは殺すからね。でも死にたくないって言ってるやつは俺は追わない主義だし、殺さない主義だから。よっしゃ、あと1ゲージ。えぐー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 、やめろっつってんだぞ。竜巻を出すんじゃねえ。馬が竜巻を起こせるか。何ガード。あ、どうした、解いてやるよそんなもん。オラオラオラ。そしてぶっ刺す。いろいろアイテム落ちてるし、アイテム使って最後は決着つけるか。うん、何しようかな。サイクロンいっちゃおう。はい、ゴー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 。竜巻にやられなさい。同じ風の中、We know, we love all. カモン。はい、ゴー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 。痛い痛い痛い。ご了承あるのに、どっちが勝つか。はい、グッバイ、お前の負けだ。Hey you! ありがとう。無事討伐完了。いえ、A ランク。まあ、そらそうでしょうね。あんだけゴリ押しすればね。よし、鍵入手。朽ちた鍵。あ、やっぱ合ってるね。さっきのボロボロの、なんか出てたよね。鍵穴がボロボロになってるっていう。だから、これで開けれるよ。開けれるようになるね。よっしゃ。はい、開きなさい。これだよ。ガチャリンパ。ボスにチャレンジだ。どこに行く？前が間違えるんだよな。よっしゃ、ボス来るよ。行こう。
難しい戦いでもないだろう。なぜそこで技をするんだ。お、よし。よし、じゃあボスに挑戦していこう。第5章4幕。見つけたからにはもう逃げられないわよ。さあ、その指輪を返してちょうだい。私がお母様から預かる指輪、誰にも渡すわけにはいかないわ。この指輪は結晶炉コルドロンを操る鍵。コルドロンをすぐに止めねば。あの人がここまで来ている。何を言っているの。コルドロンの元々の支配者、指輪の主バレンタインを、あの人が王に牢を操らせてはならない。あの惨劇が繰り返される。なんとか言って指輪を返さない気ね。出さないならこうよ。ベルベット姫、ブルカお願いです、指輪を。指輪守って、誰にも渡してはなりません。素直に渡した方がいいのに。私の石弓は魔法の弓、お前ごとひとひねりよ。姫によくも。だが見れば幼い子供のすること、見逃してやるから行くがいい。バカにするな。お前だって小さいじゃない。もう許さないわ。なんだこのいい争い。はい、来ましたね、メルセデスですよ、妖精の王女。これもう一回倒してるからね。これめっちゃ簡単倒せたな。はい、ゴルフシャレのもいいです。あれ、あ、これか、これか、間違ってたわ。あれ、ボスにダメージ食らわねえから、え、めっちゃ強って思ったらね、間違ってた。あれ、普通のエルフ攻撃してたんだね。雑魚が多いわな。雑魚で固めてくるからな。いるよね、そういうタイプ。雑魚で固めてくるボスっていうね。俺が持つボスならそうはなりたくないな。俺一番嫌いなんだよな、ほんと。雑魚で固めるやつタイプ。ボスじゃねえ。怒らせてくれ、みんな。ごめんね。俺怒るときは怒る人間だから危ない。火を吐くな。やってること容赦ねえな。全然可愛くねえよ。やってること、ほんと恐ろしいからね。火炎放射やるわ、いろいろやっちゃうからね。おっ。おー、連続攻撃、やべやべやべ、完全に流れに乗ってる。今のすごかったな。あ、ひゃー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 言うとったよ。すごい声だ。よし、あの、もアイテム使おう。たくさんあるんでね、使っていかないと。シャイ、いや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 、全然ピヨってないし、最悪だね。危ない危ない、何十万入ってるの、恐ろしいな、この子やった。キチガイだわ。やっていいことと悪いこと分からねえのか、そんなんやったら確実に死ぬだろ。死なない人いねえよ。おら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 、はい、流れに乗った、まだ悪いく。おら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 、あーじゃねえ。よし、はい、ゴー、あと2ゲージかな。よっしゃ、ノー、わ、体力ちょっとピンチか。ゴー、イエス、どけ、ザコもろとも蹴散らしてやる。いいね、流れに乗って、まだ行く。ゴー、すごいダメージ、やりまくって、やりまくる男になってる。イエス、あと1ゲージ。ちょ、サイクロン取っとこう。どけ。の、死ぬ、ヒールが欲しい。あー、まずい。ボルケーノ来た。あっぶね、ボルケーノか。ヒール。あら、ヒールないのか。あ、いや、あるね。よし。たくさん落ちてるからね。たくさん使っていこう。トキシック。トキシック。はい、これだね。はい、行こう。えいゆー。毒で苦しめ、バカ野郎、この野郎。
もういけるね。もう半分切った。あとはもう毒で放置するだけで勝てるんだけどね。そんなね、大人げないことしない。ちゃんと最後は自分で倒すんで、ボス倒すときに毒でとどめさすとか、もうしょうもなさすぎるでしょ。はい、ゲームオーバー。ありがとうございます。イエーイ。これも簡単にいけたね。レベルアップ。第5章、6幕。気を失ったか。ベルベット姫、ご無事ですか？我が孫娘はまだ現世にとどまろう。ブーカ、来てはいけない。その指輪を持って逃げて。お前は冥界で先導を名乗り出た資料。礼を言わねばならんな。おかげで顔色の悪いあの女に見つからずにこの世に戻れた。その冠、そうか、お前が。世が今や哀れなバレンタインの王、うなるコルドロンは我が心臓、そしてティトレルの指輪が我が玉座。これで指輪はあるべき主のもとへと戻った。おじい様、考え直してください。呪いの難を逃れたお前たち兄弟にはわかるまい。この苦しみが王大も妖精どももタイタニアも同じ地獄を歩むがいい。世界の終焉をお望みなのですか？この身をどう見る、虚無以外に必要とするものはあるかね。そうだ、終焉だ。預言書の言葉通り、地獄の釜の蓋が開くとき、それがまさに今だ。その干からびた頭にはまともな考えは残っていないようだな。プーカメ、タイタニアの伝説の剣を手にして勇者にでもなったつもりか。口の利き方に気をつけよ。ひざまずけ、世はそなたらの王ぞ。お前を王にいただいた覚えはない。バカ者め、邪魔をしよって。まだ終わらぬぞ、まだ。姫、ありがとう、ありがとう。ブーカ、ベルベット姫、お会いしたかった。私です、コルネリウスです。いや、ダメだ。こんな姿になった私をもう愛せるはずがない。告げてはいけない。口を固く閉ざせ。今は耐えるのだ。バカ、いつまで。ここにいた。目が覚めたと思ったらすぐに飛び出すんだから。気分はどう？まだ寝ていた方がいいと思うけど。姫は、姫は無事か？ベルベット様がここに連れてきてくれたのよ。彼女はどこに？今ここにはおられません。なんだか慌てて出て行かれたわ。OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。